僕こういう話って絶対に喋んないですよ動画で、うん、目に見えないスピリチュアルの話だったりとか、しかもそれ結構めちゃくちゃ否定的なことを言ってたんで、神様なんていねえよ、運命なんてねえよみたいな、こう自分で人生選ぶんだみたいな、うん、っていうかそういうことずっと言い続けてたのに、なんかやっぱおるかもしれんって言ったら、お前何やねんってなるじゃないですか正直そういうこと言ってたから、うん、カメラの前とか人前でそういうこと言わないとこうと思ったんですよね。ただあの大悟さんと喋ってる時もお酒も飲みまくってテンション上がりまくって、うん、見た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 、はい、見ました見た。でちょうどホイもいたし、うんうん、でもシアさんの前出していいか分かんなかったから、うん、霊能者っていうことで言ってたんですよ、ある霊能者がいてみたいな。その切り抜きがもう回る回る言って、全部でどんくらい回った、あれ多分全部切り抜き回っとって100万200万とか回ってるから、合計で多分1000万再生とか回ってるんですよあれ。へえ。であの切り抜き回って以来、霊能者紹介してくれっていうのがいろんな YouTuber からも来たし、格闘家とかからも来たし、でもなんか塩原さんバンバン紹介してるの、なんか塩原さんも忙しいだろうしなとか思って、うん、結局誰も紹介せずになんかハハハってこう流したんですよ。はい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 。ホイも1週間前から体調崩して、あ、はい、ずっと熱出てて明日から復活って言ってるんですよね。去年かなんか一緒に焼肉に行って、はい、その時に、はい、酒とタバコはやめた方がいいよって言ってたんですよ、はいはい、絶対病気になるよって、はい、なると思うよ、また。もうなってますよ。今、気管支炎ですもん、だって。あ、もっとひどくなると思うよ。まだ軽い方よ、気管支炎は。もっといくと思いますよ。あ、なると思う。だから早く、あ、もうタバコやめたの？いや、やめてないです。逆に、シーアラさん、なんか、自己紹介とかしますか？自己紹介？はい。今日、福岡から来ていただいて。今日、福岡から来ました。はい。ね、このために。福岡県筑紫野市というね、とても、あ、よかったな、筑紫野行って。もう別に僕は、はい。僕は大丈夫ですよ、何でも。はい。筑紫野市というね、はい。とても素晴らしいところが来ました。はい。いや、なんか、テレビ電話できたら、お、ね、LINE 電話できるそうですが、全然いいですよ。じゃあちょっと、え、じゃあ本当に大吾さん繋いでいいですかね。あ、来た。お、シアラさん、よろしくお願いします。噂は金がねえよ。DJ 社長さんと大吾さんが話してる動画を僕も拝見させてもらって、これ俺のことかなと思いながら、はい、もうあのすごくなんか丁寧に話してくれて、 でもなんかちょっとこうハードルが上がったなって気がしたんですけどね。なんかでも僕もっと勝手にあのジブリに出てくる長老みたいな感じの人を想像してそうですよね、見た目かっこいいですよね。じゃあそういう感じで進めますよ。あ、普通に話してたら分かり、だんだん分かりますから。はい、ですよ。なるほどなるほどなるほど。別にこうなんかあの生年月日とかまあ関係ないので、名前はまあ聞いた方がいいのかな。あのメンタリスト大吾さんとは知ってるんですけど、お名前だけ聞いていいですか。あ、本名です。はい、あ、言えるのかな。言わない方がいいですから。しいや、まあ、あのバレてると思うんですけど、あ、君知ってたら、知ってたら。いや、僕知らないです、逆に本名を。本当、じゃあ今、じゃ今、じゃあちょっと社長の LINE に送って、LINE に。あ、わかりました。大丈夫です、ありがとうございました。名前だけですか。もう、パッと見て、見た感じで、大体わかるので大丈夫だと思います。大丈夫ですか、なんかあの、唇紫色だったし。あ、大丈夫です、大丈夫です。霊感っていうのは科学でなかなか証明できないので難しいですけど、僕はあのこう努力したり修行を積んでなったわけじゃないんですよ。生まれつきなのでどうやってやってるんだってのはちょっと難しいんですけど、僕の感覚ではこう生まれつきこう運動神経がいい人とか、生まれつきこう記憶力がいい人とか、そういう感じで生まれつき あのこう足が速いとか、その一つだと思ってて、だからこうそれがあるから全部分かるのかって言われると、運動神経のいい人がじゃあ全部のスポーツがうまくいくのかって言ってると同じような感じだと思うんですよね。だから分からないことももちろんたくさんあるんですけど、パッと見た時に分かることもあります。いや、もう応援できるの本当もう楽しみにしてます。本当に実はメンタリストの世界だと、訓練して技術を身につけた相手を読む人をメンタリストって言って、生まれつき観察力が異常に高いとか共感能力が高くて読む人のことをシャットアイって区別するんですよ。シャットアイ、シャットアイ、はい、シャットアイって目閉じてる。はいはいはい。要するにメンタリストは観察で相手を見るんだけど、うん、直感で読んでしまう人のことをシャットアイって言って、多分それと僕も同じだと思いますよ。かもしれないです、ね、はい、同じだと思います。まだ応援したことないんでめっちゃ楽しみで、じゃあぜひぜひ次回はね、あの僕もこうご縁があるように祈っておきます。じゃあちょっとじゃああのなるべくちょっと早めに行けるように、はい、新幹線をハイジャックじゃない。いや、楽しみしてます本当に。ありがとうございました。わざわざすいませんでした。失礼します。ありがとうございます。すいません、またもう今ので。だって初めて、
会った時も、はい、パッと見てパーって言い出した人も、はいはいはい、ほんとこうなんか多分、はい、多分ね霊能者とかで、はい、何か言ってるってやってる人は、はい、嘘だと思いますね。ああ、はいはいはい、耳からは聞こえないと思います。はい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 、頭に直に響く感じなんでね、こうやってやって聞いてる人は あのこう幽霊の声、はいはいはい、うわ違うんじゃないかなと思って、ね、なるほどなるほど、うん、もう今見た感じでもう分かるものはなんある程度みたいな、紙に書きます、だってこう、はい、名前言っちゃうのでしょ、が確かに隠してる部分ももしかしたら大悟さんあると思うんで、うん、隠してる部分もあるし、はい、こうなんか別に言ってもよかったよその名前って言われても、はい、相手側があるので、はいはいはい、はい、確かに確かに確かに、いやでもトイのお父さんの相方とかの名前言ってたりとか、ホイのお父さんの元実家の住所のなんかとことかも、なんかね、はい、誰のことを言ってるのかわからないんですよ、はいはいはい、うん、名前もいいけどこれ誰なんだろうって感じなんですよね、いつも。よっしゃ、ちょっとすごいな、ね、これ確かにこれだけはじゃあ一回か隠して大悟さんだけに見せてもらえ見えますか。ああでもいいですよ、はい、チャットで参加してるんだったら、うん、同じように写真送ってポンって言って大悟さんしか見れない状態にすることも可能ですよ。お、どっちでもいいですけどね。まあ、反応取りやすい方で。確かに確かに確かに。喋っていい部分は喋っていいですよね。はい、多分大丈夫だと思います。ね、はい、うん、逆に気になります。で、多分大悟さんこれは見てると思います。ある程度。あ、そうです、ね。はい、わからない。チャットでは参加するって言ってたんで。先にパッと今。見た感じは、まあ、僕もこう昔からほらテレビで拝見してますから、はいはい、頭がいいとか回転が速いとか、はい、いろいろ知ってますけど、はい、パッと見たあの感じはあの天真爛漫ですね。天真爛漫、心がね、あのこうまだあもう見た目はもうその立派な大人ですけど、はい、中身がちょっと子供っぽいかなって感じはしますね、あの感じはね、はいはい、うん、でもとてもキラキラしましたね、 この胸のあたりにある光がとてもキラキラしてて、はい、でここにこう、ああ、そうか、先に名前をここに書いときましょうね。大悟さんの前世は、はい、ドクターな、医者なんです。医者。医者、はい、医者をやってて、で、まあ普通にそこの地域の町医者だったんですけど、ある一人の子供を救えなかったんです。で、そこから別にこう、よくあることだとは思うんですけど、まあ、それがちょっとこうショックだったんでしょうね。そこからこう、まあ、町を移動して医者をしなくて、でそこに流れ着いた町で、うん、今でいう居酒屋みたいな、そういう、まあ、飲食店というかな、居酒屋みたいな、まあ、小さなお店の、そこ店主に拾われたらしいんですね。その店主は今今世の名前、はい、ここに書きますね、はい、今の名前がこれです、はい、この人が多分拾ってくれたはずなんです。そしてその時手術が失敗したと自分では思ってましたけど、はい、本当はそれはもう寿命だったらしいんです。寿命だった子が上の名前がちょっと分からなかったけど、下のその亡くなってしまった子は、はい、うん、そういう名前ですね、はいはい、でこの子とこの人は会ったことあるかもしれないけど、はい、この人は会ったかどうかわからないんですよ。はい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 、けど会おうと思ったら会えると言ってますね。へえ、どうやって会うかというと、これ今の名前もこれってことですか。今の名前がこれです、はいはいはい、その時の名前はわからないですね、はいはい、でこの人と会おうとするときは会いたいときは、はい、今の大悟さんのご家族がこの子とつないでくれると言ってます、はい、一人で会うのは難しいかもしれません。家族がつないでくれますってことは家族の知り合いなんでしょうね、はいはい、この人が、はい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 、でなんかねシーサーみたいな神社にある狛犬みたいな、はい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 、あれはねなんか家に置いてた方がいいって言ってますね。どこかに稲荷神社と弁財天ともう一個神社が三つがこう集合してある場所が多分あるので、どこかに、はいはい、そこには行った方がいいですね大悟さんは。でそこと多分水だと思いますね、水神社という神社が
多分どっかにあって、多分これね、僕も聞いたことあるんで、日本中いっぱいあると思うんですよ、はい、この水神社が、はい、で僕がこの行った方がいいと思ってる神社は、本殿があって御神木とか大きな木が、はい、上じゃなくてこう斜めに生えてると思うんですね、はいはいはい、斜めに生えてて木がね、近くにね川が流れてると思います。ここはね行った方がいいですね。なんかさっきの、稲荷神社と弁財天、そしてもう一個なんて言ってますかね、千元って言ってるのかな、わかんないけど、この神社が3つ同じ敷地ぐらいのグッとしたところに場所があるんで、はいはいはい、そこは行った方がいいですね。で直感が鋭いので、多分これを見たら分かると思います、どこのことか。へ、こっちは分かんない、こっちは分かるかなって感じしますね。こっちとか別なんですね。別の場所です。このさっき言った3つ行った場所と、はいはい、この水という神社は別の場所ですね、はい、でこの水神社は多分全国にある気がするので、この例えば八幡神社みたいな感じで、はいはいはい、ありますね。だから本殿があって、なんか斜めに倒れかかってるのか分かんないけど、斜めに生えてるような大きな木があって、横に川が流れてますね。そこの神社に行った方がいいと思います、はいはいはい、でこれが前世のその拾ってくれた居酒屋の店主、はい、こっちがあの自分が殺してしまったというか、手術が失敗したと思ってた、実は自分だったんですけどね、はいはい、この名前ですね。でこっちはみおちゃん、ちょっと分からなかったらごめんなさいけど、でこれは多分ご家族がつなぐと言ってますから、はいはい、縁を。でも前世会ったことがある魂同士というのは、はい、なかなか会うことはないんです、次で、はいはいはい、なかなか会わないんです、はいはい、なぜかというと生まれ変わりというのがあって、あれはみんな日本に生まれてくるわけじゃないので、地球上に70億人人間がいたら、はい、日本じゃ1億人しかいませんから、はい、70分の60ギガは外国に生まれるんです、はいはい、だからなかなか会わないんです、前世一緒だった人で、これが、まあ、偶然こうやって会えてたり、過去世一緒にいた人って今世会えばね、お互いの運が上がるんです、はいはい、お互いの運が、はいはい、だからね、ちょっと会った方がいいんじゃないかなと思いますね。じゃこの人も会えるなら会った方がいいってことですね。会えるなら会った方がいいですね、はい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 、ご家族誰かつなぐかわからないんですけど、はい、家族がつなぐと言ってましたから、はいはい、多分つながれると思います。だからと思ったらこっちも会ったことある感じがしますけどね。これじゃあ試しに今写真多分見てると思うんで、写真撮って送って、 LINE で見てちょっと家族の方とかに聞いてもらうか、本人が知ってるかどうかですよね。ああそうですね。でもとてもね、なんかこう初めてこうあの画面越しで話しましたけど、とてもこうキラ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 してましたよ。天真爛漫さがりましたね。はい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 、はい、すごいこう頭がいいというイメージがずっとあって、はい、なんかすごいしっかりしてるというか、はいはい、強いというか、はいはい、あパッと見た時はキラキラしたものを持ってましたね。はい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 。いや世の中に山田がいっぱいおってもさ、太郎がいっぱいおってもさ、山田太郎って少ないやん。フォイの時も同じこと言ってて、フルネームでポーンって言ってて、フォイも知らんくて、フォイのお母さんも知らんくて、誰それってなって、その人芸名で活動したんですよね。でホイのお父さんってあのなんか音楽やっとったよ。で芸名で音楽やっとって、お父さんのバンド仲間みたいな、うん、芸名しか知らんくて、調べたらその人の本名がそうやったらしちゃう。もちろんお母さんすら知らんかったらしちゃうね。みたいな、あの人の本名そうだったんだってなったらしちゃう。で同じこと言ってた、ホイがなんかこう行った方がいいって言われとった神社がなんかこう岩尾神社って言って、こう長崎の神社がなんか同じようなこと言ってて、でその時にフォイが岩尾神社知らないなみたいなこと言ったけど、お父さんが生まれたとこの隣の神社みたいな、けどフォイがお父さんが生まれたって思っとった場所は違う場所やったらしいじゃんね。実はお父さんは引っ越しとったらしいじゃん。で引っ越し先をお父さんの実家と思っとったらしいじゃんね、生まれた場所と。けど実はその前があって、そのお父さんが本当に生まれた場所の隣にあった神社のことを言ったじゃん。びっくりするよね。 あれなんですよ、今日なんか、はい、すごい人がこうわーっと来て、サーバーがあ、そうです、ダウンしました。ダウンしたんですよ、はい、で全部遅れ遅れになって、今一人にもあんまり配れてないです60万人全員に配るっつって、今一人にも配れてないです。それを、はい、チラッと見たんです、はい、でこれはいかんと思って、はい、私が天城を配ろうと思います。さっき、はい、ATM で下ろしてきました。100万円あります。いやいや気まずいですよ。気まずい。逆にいやいやこのために東京まで来てもらって時間とあれしてるの。いやでも本当本当本当、はい、もうせっかくなんかこんなこうピンチの時に、はい、
さっき下ろしたんで、あれついてないですよ、帯が。コンビニ下ろしてきたんですか。あの普通の、あの六本木のゆうちょ ATM。 めっちゃ気まずいです。どうしましょう。これ配ろう、配っていいよ。配っていいんですか、これ。配っていい。だってこんな時間までなかなか見てくれる人ってね、なかなかおらんやん。はい、いいよ。あのせっかくね、皆さんこうすごい期待して、はい、うわ60万人配ってくれるって言ってくれた人がたくさんいると思うんで、はい、今ずっと詐欺って言われてますもん。今サーバーがダウンしすぎて、ちょっとね、はい、あのこうその他の芸能人たちの人から比べると少ないけど、はい、ぜひこれ使ってください。めちゃめちゃありがとうございます。本当にいいんですか。ちゃんと向きは揃えてます。大丈夫です。逆に気まずい。いや、いい、はい、じゃあガチャガチャで渡された方が受け取りやすかったかもしれない。じゃあこの袋もどうぞ。え、本当ですか。本当配っていい。え、本当ですか。本当配っていいです。皆さんこの時間までね、なかなか見てくれるなかなかないでしょ。ちょ、いやでもね、はい、本当こうあれですよ、世界一になると言ったのをその時聞いて、俺は応援しようと思ってた。あの時例えばこう応援 しようと思ってたけど、なんか一緒に追ってくれたことでこっちがなんかこういい目に遭ってる気がしたね、ずっと。なんか悪いなと思ってて、いつも。ああ、だけど本当にね、なんかこうやってこう何か返せるときに返しとこうと思ってたんでね、ぜひ使ってください。頑張って世界一になってください。ありがとうございます。なります。本当にします。なる、本当に思ってるんでしょう。ああ、僕も、はい、全然思ってますよ。ありがとうございます。いや、世界一ってほら、だってこう何を思ってというか、井上尚弥も世界一だし、はい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 、ね、まあ、大谷翔平とかも、大谷翔平もそうだし、はい、まあこうノーベル賞も取った人も世界一だし、はいはいはい、はい、何にとっても世界一になれるんやったらね、はいはい、別にこうなりようがあるよね。はいはい、なりようあると思います。世界最多国でやりましたって言ったら、ね、世界一をね、世界中のトップ見てやりますよ。そうそう、うん、はい、それで世界一だもんね。確かに、うん、いや本当応援してるよ。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。ゴシゴシチャンネル登録してね、チャンネル登録してね、このままトーク